宇藤神社は、青森県青森市安形にある神社である。旧社格は、県社。海の神、公開安全の神として知られる、市木島姫の命、滝津姫命、滝り姫命の宗方三女神を主祭神として祀る。他に祭神として、丘の御玉の命、宮妃命、猿田彦命、海住大臣が祀られている。陰行天皇の時代に、 呂頭中納言安形というものが直感を受けて、外ヶ浜に湿居していた時に、高倉明神の霊夢に感じて、干潟に小さな祠を建設し、胸方三神を祀ったのが神社の起こりと伝わる。安方が亡くなると、見慣れない一番の鳥が、長子のほとりに飛んできて夕葉とうと鳴き、メスは安方と鳴くので、人々はこの鳥を安形の化身として恐れうやまったが、 ある日漁師が誤ってこの温度を狙撃してしまい、以後温度によって、田畑が荒らされた。狙撃した漁師も変死したため、たたりを恐れた同郷の人々は温度を丁重に弔った。その後の流れは不明であるが、坂の上の田村麻呂の時代には、道祠は荒廃していたため、大同年間に田村麻呂により、社殿が造営されて再興された。 県人から天正期の間は同地を支配した領主の南部市により厚く数形されて庇護され、南部市の騒動で同地が江戸時代に津軽市の支配地になっても、同地により手厚い庇護を受けた。明治時代に入り、八百七十三年に豪社、百七十六年に県社に昇格。1九百七年七月に稲荷神社、同年九月に海津県神社を合祀し、 現在に至る。2020年12月にバーチャル YouTuber の青森リンコとコラボレーションしたエマの授業を始めた。ありがとうございます。